球は謎のない惑星だと思っているあなた、その考えもすぐに変わることでしょう。何年もの間、科学者たちは地球上に響き渡る奇妙な音の解明に研究を続けてきました。戸惑ってしまうようなハム音から、心配になってしまうほどのソニックブームや不快な雑音まで、地球上の大気は文字通り異様な音の現象で満たされています。そしてこれらの音のほとんどは研究者にとっても理解できないものばかりなのです。1. バプスウィープ。この連続した長い音は1991年に太平洋で初めて観測されました。このシグナルに関して最も珍しいことの一つは、研究者たちをさらに混乱させるかのごとく変化し続けるということです。まるで不気味な遠吠えのように、高周波数や中周波数から低周波数に変化し再び元に戻るので、冬や夏よりも春や秋の間によく聞こえるようです。なぜアップスイープと呼ばれるのでしょうか。理由は単純で、その音が海の底から表面に向かって湧き上げるように移動するからです。この現象に関する科学者たちの仮説は、海底火山の活動によるものだとされています。理論的には、氷水のように冷えた海水に注がれている熱い溶岩がこのような轟音を立てている可能性があるとされていますが、実際のところまだ確固たる証拠はないようです。 2. 海鳴り。海鳴りを聞くために地球上の特定の場所に移動する必要はありません。このミステリアスなソニックブームは、アメリカからインド、さらに日本に至るまで、あらゆる場所で空を飛び回っているんです。興味深いことに、この異常な音の現象は、主に海岸や大きな水域の近くで発生しています。家のガラス製のものが揺れる音、または窓をガタガタと揺らし、そこから出る海鳴りは、防音壁を通り抜けて聞こえるほどの騒音と振動を出す軍用機に関係しているかもしれませんよね。まあ、人類がこの海鳴りを初めて聞いたのが1824年とされている事実を除けばの話ですけど、その頃軍用機はまだありませんでしたからね。とにかくミステリアスな轟音に関しての説明は他にもあります。例を挙げると、科学者たちは海岸の近郊で岩に衝突した巨大な波によって引き起こされている可能性があると考えています。そして砂丘も耳をつんざくような轟音の原因にもなり得るとされているのです。さらに他の仮説の中には、大気圏に突入中の流星や遠方の火山噴火、また地震による地殻の地割れや海や湖の底の通気口からのガスの爆発といったものまでいろいろとあるようです。 3. 黙示録の響き。世界中のさまざまな国では、空から聞こえてくる異世界のトランペットの音を聞いた後、人々が恐怖で麻痺してしまったのです。2008年にこの音が録音されて以来、ロシア、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ドイツ、フィリピンなどの国の住民は、この髪が逆立つような音をすでに聞いているのです。最初は誰にも音の起源を理解することはできなかったようですが、最近になって NASA は、恐れる必要は何もないという声明を出しました。その中で、この響きは地球が自然に発生している音であるかもしれないということを述べています。通常このような響きは静かなものなので人間の耳には聞こえないようですが、音量が大きくなると世界中の人々を怖がらせるトランペットのような音に聞こえることがあるとのこと。 4. ブリストルハム。これは1970年代に何百人ものブリストルの住民が夜にしか聞こえない奇妙な騒音について苦情を報告し始めたことから始まりました。この雑音は低レベルのハム音であり、音の原因を特定したり追跡したりすることはできませんでした。その後、イギリスの他の町の人々も同様の音を聞き始めることになりますが、この騒音ある日突然停止したのです。そしてまた最近、そのミステリアスな雑音が聞こえ始めたとの報告がされています。
2015年、フランスの科学者グループがブリストルハムの謎を解明したと主張しました。そしてその原因は海底を振動させている海の波であると述べたのです。ですがその仮説は音が数年間しか起こらなかった理由やなぜ再発し始めたかということを説明してはいませんでした。5. タオスハム。ニューメキシコ州のタオスの町に訪れる機会があったとしても、奇妙で説明のつかない現象におどおどする必要はありませんよ。この現象は砂漠の空気の中のかすかな低周波のハム音であり、かなりイライラさせられるそうです。ここで奇妙なのは、タオスに住む住人のたった 2% しかこの音を聞くことができないということ。この音が聞こえる人にとっては常に拷問を受けているようなものなんだとか。それに加え、この音の聞こえ方はそれぞれ人によって違うようで、静かな音から不気味なハム音、または持続的なバズ音まで様々なんだそうです。また一部の人々は、タオスハムは独自の音響効果によって作り出されているものだと信じており、また他の人々は集団ヒステリーの深刻な病例だと考えているようですが、今のところハムの起源は誰にも解明されていません。6. ホイッスル音。夜間が沸騰している時のあの不快な音を覚えていますよね。その音を覚えているなら、ホイッスル音がどのようなものなのかを想像できるはずです。この音は他の不気味な音ほど身の毛がよだつものではないかもしれませんが、不思議であることに間違いはありませんよね。その上、ホイッスル音は非常に観測しにくいのです。1997年には水中マイクの一つでしか観測できなかったので、研究者たちは騒音源を特定することができませんでした。この独特な音の原因は海底火山による噴火である可能性が高いと言われていますが、科学者たちが確認するための十分な証拠は集まっていません。 7. ブループ。まあこの音のニックネームを聞くとあまり迫力がない気がしますよね。なんか可愛い感じだし。これらの音は海洋動物の出す音に酷似していますが、その音量があまりにも大きかったことにより生物によるものではないと考えられているのです。水中マイクはなんと 4800km 先で起こったグループを録音することに成功。地球上で最も強力で有名、そして説明不可能な音の一つであるブループは、1997年にアメリカ海洋大気庁によって記録され、それは1分間ほど続いたようです。そしてその音は、轟音として始まり、徐々に周波数を上げていったのです。中にはその音が体が半分タコであるクトゥルフという架空の怪物や他の深海の巨大生物と関連しているかもしれないという人たちもいます。でもそれが怪物によるものだということを信じない人たちのために科学による別の仮説があるんです。それは氷針と呼ばれるもので、少し赤いで記録された氷針がミステリアスなグループにとても似ていたんだとか。 8. スローダウン。初めてスローダウンが観測されたのは1997年5月19日のことです。それは南極半島からそれほど遠くない場所で観測されました。この音はおよそ 5000km 離れたところに配置されたセンサーによって検出されました。この音に奇妙な名前が付けられた理由は、それが約7分間続き、周波数が徐々に減少するためです。この音は長年にわたって同じ地域で繰り返し観測されてきました。ですので研究者たちは、この奇妙な音の原因は漂流中の氷山が海底にぶつかり急停止させられたことにより発生する振動であると信じていました。ですが人々を怖がらせるためにその音が巨大なイカによるものだと主張する人もいたようです。 9. 世界で最も孤独なクジラ。この音はしばしば52ヘルツクジラとも呼ばれています。なぜならこの鳴き声を出す動物は特定の周波数である
52Hz の音を出すからです。この鳴き声をよく聞いてみると、ベース音のように聞こえますが、それと同時に、普通のクジラによるものは10から 40Hz なので、それに比べると、はるかに周波数が高いのです。興味深いことに、科学者たちは何十年もの間、世界で最も孤独なクジラの鳴き声を観測してきたものの、その正確な位置を把握することはできなかったのです。この哺乳類がオスなのかメスなのか、さらにどのような種なのか、そしてこの生物が未だに生きているのかどうかさえ、誰にもわからないのです。そしてその鳴き声は2004年を最後に観測されて以来、途絶えてしまいました。10ジュリア。この音を初めて体験するときには、誰かが遠くですすり泣いているか、クークーと言っているように聞こえるかもしれません。この不気味な音は、1999年3月1日に初めて観測され、それは赤道付近の太平洋の水中マイクネットワーク全体で録音されるほどの大きな音だったのです。科学者たちは、その音が座礁した南極の氷山によって発生したものであったと主張していますが、これだけ大きな音を出すということは、この氷山はどれくらい大きなものだったというのでしょう。11、木星の嵐。NASA の宇宙探査機であるジュノーが2016年7月4日に目的地である木星に接近したとき、奇妙な音と金切り声が混ざったような奇妙な音を録音しました。そしてこの耳障りな雑音は2時間以上続き、それはジュノーが惑星の超強磁場の境界を越えるのにかかった時間と同じ長さだったのです。天文学者たちはその音が太陽から放出された超音速風であるか、または木星の磁場の衝突によって発生したものだと考えています。ですがこれらの仮説は未だに証明されてはいません。12、歌い続けるブラックホール。天文学者たちはブラックホールが歌うように音を出すことを確認しただけでなく、それが20億年間続いていることまで発見しました。その音源は地球から約2億5000万光年離れた場所に位置する超巨大ブラックホールです。科学者たちはこのブラックホールは我々人間が知っている限りで最も長く続いている交響曲を演奏しており、この交響曲が宇宙で最も低い音で演奏されていると述べています。そしてそれだけの重力であれば死のフラットの音であるに違いありません。皆さんは説明不可能な奇妙な音を聞いたことがありますか？ご意見をコメント欄で教えてください。そして今日何か新しいこと学べたと思ったら動画を高評価し、友達ともシェアしてください。そして死のフラットの音に引き込まれてしまう前に、ブライトサイドでは2000本以上のクールな動画をご用意しています。興味のある動画をクリックして楽しむだけ。これからもブライトサイドをよろしくお願いします。